少しだけ不思議な普段のお話。美咲と机の間に事件、落ちこぼれた君もね気づき、あの子も同じ雲の下で暮らした事件、そこによ事件。お金で？ねえ、いいでしょ？昔はスズムシやマツムシなんか家の周りにいっぱいいたもんだけど。ほんと、夜になると虫の音楽会でうるさいくらいだったわね。どうしていなくなっちゃったの？昔は空き地や原っぱがたくさんあったけど、今じゃそんな場所も少なくなったからな。子供の頃はここからお月見だってできたんだよ。そういえば今日は十五夜だったわよね。ねえ、お月見の話はいいから。結局スズムシはお預けか。今が昔だったらよかったのにな。じゃあ行ってみる？タイムマシンで。その手があったか。昔の世界でうんと虫を取って、うちの庭に放そう。今夜うちの庭においで。虫の音楽会を楽しませてあげる。本当？そんなにたくさん取れるわけないだろう。任せといてよ。嘘だったら虫の声有料会員になってもらうぞ。ついでに一生スズムシの世話もしてやるよ。絶対だぞ。パパが子供だった頃に行ってみよう。うん、見てろよ。こんなところに出口が開いちゃったんだ。あ、これ建て直す前の家だ。あったあった、柿の木。今はもう枯れちゃったけど。助かった。重い。お、パパ。パパ、お前ら人の家で何やってんだ。さては、柿を盗みに来たんだな。やっつけてやる。逃げろ。おい、待て、柿泥棒。参った。ともかく虫を取らなきゃ。ここならたくさんいそうだね、うん、よし、捕まえまくるぞ。全然ダメだ。これだけやって一匹も捕まえられないなんて。このままじゃ素直にお金を払ってスズムシの世話まで。そんなの絶対嫌だ。助かった。またパパ。あ、お前ら、さっきの柿泥棒だから違うんだってば。
そうか、柿じゃなくて虫を取ろうとしていたのか、うん、ついてきな。なんだろう。さあ、ここならどれほどどんくさいやつでも虫が取れる。それ息子に言うセリフ。息子？めえめえ、それより虫の声がいっぱいだよ。お、お前おいだ。よし、ドラえもんじっとしてて。ほい、お、お。そんなんじゃダメだ。もっと鳴き声に耳を傾けないと。よし、捕まえた。え、もう？ほら。あー、スズムシだ。よく見えるね。へー、この音で自分の縄張りを示したりメスを呼んだりしているんだよ。助かったよ、パッパッパパッと取ってくれて、どうもどうも。あとこれ。ん？二度も助けてもらったからな。ありがとう。じゃあな。またね。バイバイ。次に会うのはのび太くんが生まれた時だけどね。あ、見て。ん？おっきい。そうか、今日は十五夜か。それでパパはススキを取りに来てたんだ。広々した草原で月の光を浴びて虫たちが楽しそうに歌ってる。この虫たちが卵を産んで、その子供が大人になってまた来年音楽会をするんだね。あ、どうしたの？やっぱり取って帰るのよそうかなって。僕もそう思ったところだよ。住みにくい世界へ連れて行っちゃかわいそうだもんね。わわわ、どうしたの？し、見つかる。のびすけ、お供え物の準備できたかい？うん。のびろ、まだ食べちゃダメだぞ。そうよ、ちゃんとお月様にお供えしてからよ。はい。パパ、ありがとう。ん？なんだ？あ？どうしたんだい、のびすけ？おう、なんでもない。虫は集めたか？それが。あ！集められるわけないよな。約束、永久有料会員になってスズムシの世話だぞ。ごめんごめん、どうぞお庭でお待ちください。え、ほら、のび太くん、早く早く。虫の声のもと、この花の露をかけるとどんな虫でも綺麗な声で鳴くんだよ。はあ、でもこの辺りで捕まえられる虫なんている？まだかしら。おい、遅いぞ。お待たせしました。それではこれより虫の音楽会を開きます。スズムシ、マツムシ、コオロギ、他にもどっさりいるからね。ほう、聞かせてもらおうじゃないの。うん？え？うわいいわね。やるじゃねえか、のび太。これだけ集めるのは大変だったんだからね。さあさあ、こんなにたくさんどうしたんだ。見てろ。お、虫の声。お邪魔してます。これのび太がもらってきたんですって。みんなで食べましょう。いただきます。なんだか懐かしいな。昔こうやって虫の声を聞きながら食べたっけ。取ってきたススキや庭の柿をお供えして家族でお月見したんでしょ。見てきたように言うな。それでこの柿はどうしたんだ。それはさっきパパが。ん？ああ、いや、見て、お
月さん。あら綺麗。でもいいじゃないか、みんなでお月見できることの方が嬉しいよ。そうね、本当に綺麗な鳴き声。楽しかったぜ。どうもありがとう。またね、バイバイ。なんだ？どれ？虫は全部もらったぞ。ねえ、それは。ママ、秋の虫たくさん捕まえてきたよ。綺麗な声ざます。早く出してあげるざます。うん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。つまりだん。感激ドラ的にドラボーガンどら焼きだ。ついに夢が叶うんだ。いただきます。ドラえもん、ドラえもん、ねえデバ、助けてほしいんだ。あっ、ドラステージドラボーガー。まだ一つも食べていなかったのに。なんてことをするんだよ。夢なんてそんなくだらない。こっちはジャイアンに殴られるんだよ。くだらないのはなんだ、知らない。悪かったよ。でもこっちも大変なんだ。助けてくれたらうーんとドラ焼きをごちそうするからね。え、本当？本当だよ。いくつぐらい？貯金のありったけ。それなら、つまりだ。これでジャイアンに勝てる。いや、勝てない。やっぱり殴られる。え、これ弾も出ないの？それじゃ何にもならないじゃないか。まあいいからいいから。のび太、そこにいたか。逃げるな。撃って。寝たの？夢を見ている。ジャイアンスイング。そしてジャイアンスープレックス。これだけ痛めつけたらスッとした。勘弁してやる。つもりガンはこれからしようとすることを夢で見せて本当にしたような気にさせるんだ。へえ、そういうことか。助かった。じゃあ約束のマナワン。なんだっけ約束って。え、わかってるよ。どら焼きでしょ。約束はまもる。他に買いたいものがあるんだけどな。どこ行くの？宿題を済ませてからにしなさい。そうだ、宿題があったんだ、そうだった、そうだった。少し休んだら、勉強のしすぎも毒よ。でもこうしている方が楽なんだよ。あらあら、ほどほどにね。
どんな夢を見ているんだろう。それよりたらやきたらやき、ね、その前に僕も夢を見てみたい。早くしないと甘い家のどら焼きはすぐに売り切れちゃうんだよ。ちょっとだけだからね。いたいた。しかしって言ったってさっきのは夢じゃないか。だから夢でやり返すんだよ。なんだ、また殴られたいのか。ジャイアンスイング、そしてジャイアンスープレックス。うわー、なに日頃の恨みだ。これくらいにしといてやる。なんだ。これで気が済んだろ。ん、うん、さあ早く買いに行かん。そうだ、これでドラえもんを打ってドラ焼きを食べた気にさせちゃえば。それに頼んで写真とサインをもらったんだ。いいの。離れたところから見るだけ手垢がつくからね。こらのび太、それ以上近寄らない。あ、みんなに羨ましがられてさっぱりした。今本当は僕を狙ったんだろう。ドラ焼きを買うのが惜しくなったんだな。これでのび太くんに寝てもらう。そしてその間にどら焼きを買いに連れて行く。もう一丁あるなんてずるいよ。待て。のび太、ちょうどよかったわ。そこで安売りしてたのよ。運ぶの手伝ってくれない？え、今？見つけたぞ。うわ、どら焼き。どうしよう、どうしよう。ママ、ごめん。みんな持ってくれるの？ありがとう。ほんと助かるわ。あら、食べ物の恨みは恐ろしいの。どら焼き。待て。いやい、今日は一つでも買ってもらうまで帰らねえからな。一つとは言わず全部欲しいわ。毎度あり。いや、儲かっちゃったな。のびちゃん、どうして。荷物悪いわね。しまった。どうじゃ、これで僕の勝ちだぞ。これでしばらくは大丈夫。あら、のび太さん。やだ、眠りながらニヤニヤしちゃって。僕のお嫁さんにしてあげる。嬉しいわ。ありがとう。もっと楽しいことないかな。お、よし、先生に褒められる夢を見ちゃおうっと。いた、ずるいぞ。ん、しつこいな。よかった、まだたくさんある。よし、100万円分買っちゃおう。さあお腹いっぱい食べてよ。こんなにどら焼きを食べられるなんて。夢のようだよ。
食べ過ぎた。もうどら焼きは見るのも嫌だよ。のび太くんありがとう。それはよかった。よかった。僕の勝ちだよ。僕の落ち方の方が早かった。さあどら焼きを買いに行こう。未来がどうとか理想がどうとかブランコに揺られふと考えてた。嬉しい悲しいどっち正しい間違いどっち夕日にせかされ伸びた影見つめ公園に一人ぼっち砂場の回答用紙しゃがんでわかるはずなくても探した零点のままの心で暮らして笑って泣いて答えを知って満点の星の中僕の惑星さまよってないでこっちへおいで涙とミステイク積み重ねのに咲くユニバース皮一つだけ この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。